びっくりした。親父なんかすげえ仲いいんだもん、常連と。何やってんだと思って。人当たりいいからだよ。まあ、優しそうだもん。うん、優しいもん、君のお父さん。別に。本当に。怒ってるとこ見たことない。いや、行かないけどね、さすがに。まあ、怒るときは怒るよ、親父。どういうとき？俺に対してはそんな怒んないけど、やっぱ赤の他人だね。赤の他人って？こう車のなんか、行くんだか行かないんだかみたいな、そういうイライラで。ねやろとかですね。びっくりした、こいつこんなこと言うんだと思って。こいつ言うな。びっくりした。あ、言うんだ。俺みたいな感じだよ、だから。そういうとこ性格似てんだよ、君。多分お父さんになんだ、うん、普段温厚なんだ。そう、だから家族には手振らんしもね。赤の他人には、なんだこいつって思うの。好きやわ、また。あ、行く？行かねえよ、手が。プラモデル売ってる。あのさ、俺今プラモデル売ってるちゃうねんな。今、何やっとる？息吸っとる。あのな、はい、ここまで行けたの誰のおかげやと思ってんの。ああ、うせく伸ばすときは。あ、おいちんね。おいちんね。にょんじ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 。おいしく、ありがとう。離せ、離せ、危ないよ。こういう日に危ないよ。ホブの鼻ペチャ。くそババ。なんでホブの鼻ペチャぐらいいいじゃん。鼻ピチャピチャ、鼻ピチャピチャピチャ、鼻ピチャピチャ。曲がった、曲がった。ちゃんと運転しろ、危ないな。鼻ピチャピチャ、鼻ピチャ、はい、鼻ピチャピチャ。でべ、なにこれ。な、芝生の上をスキーみたいに滑り降りるのあんの？なにそれ。ね、でべ。セルフがほとんどないんだよ、なんかこの辺。なんでだい、鶴見。船久保。白がないからダメです。なんか船久保ってなんか面白いよね。何なんだろう。あー、鶴見のターン終わっちゃった。西勝良デブ。ふう、あのね、どうする。レベル5の中4と5しか選べないんだよ。どっちがいい？里山って感じだよね。レベル4と5、どっちか選んでください。どうやっても線もないか。3、800ぐらい。どっちがいい、どっちがいい。レベル4と5結構上までいけんじゃん。レベル4と5、じゃあレベル5ね。痛いからちょっと肉離れ起こすから。え、やめない、やめない。こんぐらいの痛みぐらい耐えなくちゃな。登山家って言えねえぜ。つるった。あ、いた。ちょっとこんぐらいの痛みたわ。これすごい。山の下は、山の下は豚骨ラーメン。デブ骨、仲間じゃな。豚骨、ふざけんな。なんだよ豚骨。ふざけんな、さっきからよ。いいね、豚骨。俺一言もさ、ババアって言ってねえのにさ。今日散々言ってたじゃん。はぁ、言ってねえ。いいね、豚骨ってあだ名ちょっとでも可愛くない。豚骨くんって。クソ豚骨。じゃあクソババアちゃんは全然ひねてんからダメ。まあ、つきようがあるこんなの。地底だ、うまそう。なんか美味しそうだね、こういう感じって。超うまそう。ね、豚骨。でもね、あんまり食いたくないんだよね。なんで？え、太るから。うまそうなんだけど、あんま食いたくない。うちの父さんが食えば作って。あったよ、またファミメ。ここで急に増えたね。この辺ファミメゾーン。何個買っとくかな、これ。木の家を作ってる。木がいっぱいある。腐ってるけど、ババってるけど。でも木の家のデメリットって火事になったら終わりだよね。誰もそうだと思うよ、そんな木に限らず。でも鉄筋コンクリートはまだなんかあるじゃん。大阪ここでグババーすんの。あれ貸してあげるって言われたり。大阪ナンバーだからね、きっと。一応霊職、一応の人がなんか霊をする礼儀があるような気がする。まあ、そうか。ドラ
ライブしてねえやつはやっぱわかんねえんだよな。止めばフワちゃんみたいなもんだ。そう言っとけとんこつ。ただ本当あれをやすこさんの笑いで撮ってるやつはやべえと思う。嘘でしょって思う。だから死んでくださいぐらいいいじゃねえかって言ってるのもやべえと思うし。死んでくださいって100人に言われてへこまないんだったらいいんじゃないって言ってあげたら、だってあれもうなんか小学校で会った気がした。すげえものになったもんそれマジで。あ、なんかあったんだよ。あ、そう寄せ書きでふざけて書いてるやついたわ。死ねって早く死んでください。めったくそぼられたけど。町役場のやってるやし、ちょっとガン なられた方がいて三つ峠で、それで寄せ書き書こうですね。三つ峠、あのどっかどっかで聞いたの、三つ峠駅、あ、山のすすめ、ここの山一回登ってみたいんだよ、この三つ峠ってやつ。もう行かねえけどいいや。行こうよ、三つ峠。行かねえから。それ少なったら。行かねえから。でさ、富士吉、うん、頑張れ。富士吉だってまっすぐなんだ。三つ峠駅。いや、いいよ。なんかその三つ峠からあそこ行けるんだって。何これ、グリーンセンターって。ほら、あの、四国がいっぱいいた、6円乗ったあそこの山につながってる。なんかその三つ峠行くにはあそこの6円登って、うん、あそこからスタートの方が楽らしい。俺めったくそ言ってたもんな、その時。俺もめったくそ言ってた。並ぶっていう曲してんねんじゃねえのか、知れちゃったもん。何だ普通にちゃったもんな、俺。佐渡が知れてるってやつ、ね。うん、日本語通じねえからいいだろうと思って散々言ってたけど、通じてたら笑える。別に本音だもん。だって危ねえもんな、とこで走り回って。海南の音もしくしとるよ、この学校の音も。しかもみんなさ、ぎゅう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 さ、揃ってんのさ、そこ走り回ってんの。クソガキ、もう後ろからこづいたのかと思った。そりゃ言いたくなるわ、ね、俺はもう、多分誰がどう見ても言いたくなるわけ。マジ切れそうと思って。ちょっと、神の富士だって。大谷殿下。なにこれ、ちょっと待って。あ、月々 1.5 万円で買えるってどんだけのローンだよ。35年ローンかよ。家かよ。そんなローン組んでまでハイエースはいらんの。うん、今まで時間なら中古買うよってなりそう。うん、そんなていうかレンタルでいいかなって思うでしょ、ハイエースだって。もうそういうのも手なんだけどね。一回そのレンタル屋で借りて引っ越しのあれを、まあでも冷蔵庫とかきついか。何の話してる？引っ越し。引っ越し？そういう時止まった場合の話。いや、引っ越し業者で頼むのが早い。高いよ。無理だよ。あれは高いわ、あそこまでしたら。何してる？違うよ。ああいうのはいいんだよ、持ち運びできるから。違う、テレビじゃねえや。ああいう冷蔵庫とかあれは高くなっちゃうから。冷蔵庫は自分たちで持ってないから無理だよ、業者用なきゃ。冷蔵庫とあったらだっけ、タンスだったりとか。タンスも無理だね。タンスも無理だね。業者頼むか。あれ分解できねえもん。最終的に緑のやつ置いてった記憶あるもん、前に住んだ時。緑、うん、ずっと前にあったんだよ。何、緑のやつって。あ、ニトリのなんかキッチンになんかあったテーブルみたいな組み立て式の、あれ置いてった記憶あるもん。あれ次の使っててもいいんですって、置いてっていいですかって言ったら、あ、使えるんだったらいいですよって思った。いや、それとってそれただのさ、迷惑な素材組でしかない。いや、お前使えるわ。いやいや、前の人が使ったのに切ったね。クレチウうどん。クレチ三つ峠駅あんなとこにあったんだ、ちょっと感激。クレチウうどん、
ライチうどんってなんか、ね、写真撮れなかったの、さっきの。ちょっと山のすすめを見せたから。